こんにちは、しげしげです。コスモクルセイダー降臨を読みドラでやっていきたいと思います。はい、まずバトルワンですね。6ドロップ作られてしまいますので、カストルで変換して一撃消しで攻撃していきます。はい、でこの次ですね、ランダムで3ターンバインドされてしまいますので、読みドラを使って回復を作りながら突破していきます。はい、回復は残しておきます。でこの次ですね、もう一回読みドラを使って、回復を列消ししてバインド回復していきたいと思います。でこの時ですね、アヌビスも使っておくと楽になります。はい、とりあえず回復は列にしてバインド回復をしながら、はい、攻撃していきます。はい、ここで遅延を食らってしまいます。はい、ただ5つ消しで、根性気にせず攻撃していきます。でさっきアヌビスを使った理由が、反撃で倒すためですね。かなり楽になるのでおすすめです。はい、でボスバトルですね。とりあえず5つあれば大丈夫なので、攻撃耐性使って攻撃していきます。はい、でここで回復が降ってこないと、この次ランダムで1色を水に変換されてしまいますので、キドロップを変換されてしまったら、スカモリが使えないといった状態になります。はい、キドロップ変えてきましたね。そしたら一旦適当に消します。はい、回復もキドロップも降ってきたので、スカモリで変換して5つを分割して撃破ですね。はい、ということでだいぶ楽に周回できますので、アナザークルセイダーとかね、まだ持ってない方は狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ強いのでおすすめです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。